語本「ま絵本饅頭怖い」「川端誠饅頭怖い」「今日は町内の若い者の宴会なんですがどうせ暇だからってんで早くから仲間が集まりましてみんなでワイワイやり始めました」話題はといいますとそれぞれに自分の嫌いな生き物を言い合おうじゃないか」 ということになりまして俺はなんといってもヘビが嫌いだねあんなにょろにょろした生き物がいるだけでゾっとするよ」「俺はタヌキだなんでもおばけになって出てくるそうじゃないか」「まだおばけにはあってないけどおばけはごめんだね」「俺はクモが嫌いだね」 あのベタベタした糸の気持ち悪さったらないねやっぱりコウモリだよコウモリ獣のくせにピラピラ飛び上がって気味が悪いや俺は毛虫が嫌いだ葉っぱの裏なんかにまとまっているのを見たことあるかいゾッとするぜアリが嫌だねゾロ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 いずり やがって見てるとムカムカするよ。とまあみんなが披露したんですが最後に残ったまっちゃんという人がいましてみんなが「まっちゃんは何が嫌いなんだい?」と聞きますと「俺は嫌いなもんなんかないよ。第一いい若いもんがあれが嫌いだこれが怖いっておかしいじゃねえか。じゃあまっちゃんはヘビやお化けは怖くないのかい 当たり前よ」と起き上がりまして「蛇なんてもんは頭の痛い時に頭にまけばいいんだよ」「蛇の方で勝手に閉めてくれるから冷たくて気持ちがいいや」「タヌキが化ける化けて出てきたら飯を炊かせて洗濯や掃除をさせればいいじゃねえか」もなんてもんては 糸を出させて納豆に混ぜれば粘りが出らコウモリなんか何匹か捕まえてまとめて傘にしちゃうね毛虫は箸に結びつけて歯ブラシだアリナンズはまとめといてゴマの代わりにごはんにまくよまあごまが動き回って食べづらいだろうけど」と威勢のいいことを言い続けたマッツんンですが おっとまずいや」と急に肩をすくめたものですから「どうしたんだいまっつん」いやちょっと怖いもんを思い出しちゃったんだよなんだいそれは威勢のいいまっつんにも怖いものがあると知ってみんなは膝を乗り出しまして「なんだよ怖いものは教えなよ」まっつんは震え出しまして「いいかい 一度しか言わないよ。うん。なんだよ。怖いものは。ま、まんじゅう。はあおい、まんじゅうという名前の生き物を知っているかいや、おいまっちゃん、それはどんな生き物だいそうじゃないよ。お菓子屋で売っているやつだよ。なんだってあんこの入っているあのまんじゅうかいああ、それを言うなよ。 思い出しただけで気分が悪くなってきたまっちゃんの顔がだんだんと青くなってきましてうもう気が遠くなりそうだ誰か隣の部屋に布団を敷いてくれそう言うと隣の部屋に引っ込んで布団をかぶって寝てしまいましたこの様子を見たみんなは思わず顔を見合わせましてというのも 普段からみんなはまっつんのことを嫌なやつだと思っていたものですからそんなことなら枕元にまんじゅうを積み上げてまっつんを震え上がらせてやろうという相談はすぐにまとまりました早速みんなは手分けでお菓子屋を回りまんじゅうを買い集めてきました常用まんじゅうからまんじゅう まんじゅう、酒まんじゅう、温泉まんじゅう、そばまんじゅう、田舎まんじゅう、ふまんじゅう、カルカンまんじゅう、くりまんじゅう、よもぎまんじゅう、あげまんじゅう、あんまんじゅうに、肉まんじゅう、紅白まんじゅう、葬式まんじゅう、これを大きなお盆に山盛りにしますと、そっと、隣の部屋に運び込み、これならまっつぁんも、びっくり仰天だ。 てんで、悪い奴らもいるもんです。そろそろやろうか。ということで。おいまっちゃん、こっちへ来だよ。今のが来たよ。と言いますと、そうかい。起きるけど、あれのことは言い子こなしたよ。わかった。大丈夫。言わないから、起きてきな。それじゃあ。てんで、 まっちゃん、起き出したようなんですが、わあ、まんじゅうと悲鳴が上がり、さあ、こちらの部屋ではみんな大喜び。怖いよなんてひどいことをしあがるんだまんじゅう怖いと、まっちゃんがわめけばわめくほどみんなは笑いをこらえるのに必死でして、ところがしばらく悲鳴が続いていたんですが、さて、 まっつんはと言いますと。うわーいからまんじゅうだこわ,ー一番こわいいちばんこわいこれはうすかまんじゅうこわーいさけまんじゅうこわーいこわーいくりまんじゅうだ皮がこわいねあんこがこわいくりが、うーんくりもこわいまんじゅうはみんな、うん じゃなくて怖い。まんじゅう怖い。怖いはまんじゅう。怖い怖い。なんだい変だよ。なんだか歌ってますよ。確かに様子が変だね。ちょっと中をのぞいてごらんよ。そこで隣の部屋をのぞきますと、まっちゃんがまんじゅうを夢中になって頬張っているではありませんか。 あの野郎、まんじゅうが怖いなんて言いやがって騙しやがったな。点でみんなは隣の部屋に乗り込んで、こら、待つお前が本当に怖いものは一体何なんだと言いますと、まっつんつかさず、うーん、この辺でうまいお茶が怖い。 こわい。